今日は湿気や汗でうねる前髪を可愛くアレンジする方法です。こんにちは。今回はスタイリストの川代が解説をしていきます。これからの季節、汗や湿気で前髪がうまくまとまらないってことありますよね。そんな時におすすめな前髪のアレンジ方法をご紹介していきます。特にマスク生活だと夏は暑くて大変なので、そんな時に役に立ってくれればと思います。今回は飾りピン一つあればできる簡単な前髪のアレンジ方法です。まずはじめに分け目を真ん中ではなく七三くらいに分けていきます。コームの先や手ぐしを使ってジグザグに分け取っていきましょう。今回は N ドットナチュラルバームを使っていきます。前髪を上げるので短い方は特にしっかりとスタイリング剤を髪の毛全体になじませます。前髪の部分をざっくりとで大丈夫なので2つに分けていきましょう。前髪の部分をロープ編みしていきます。手前の毛束を後ろに交差させましょう。手を持ち替えて下になった毛束を下ろして髪の毛となじませていきます。次に下にある髪の毛を少しすくって下になった毛束と合わせていきます。同じく後ろに交差させていきましょう。前髪が短くて外れそうだったら他の指を使って押さえておきます。下の髪の毛をすくって交差させていきます。この繰り返しです。こめかみのところまで編んだら毛束だけで交差をさせていきましょう。 2,3 回後ろに向かって交差をしてロープ編みをしていきます。次に編んだところをほぐしていきましょう。編み終わった毛束を指でしっかりと押さえながらほぐしていきます。細い毛束を引き出すように少しずつ優しくほぐしていきましょう。前髪は短いので引き出しすぎると崩れてしまうので注意していきます。少しずつバランスを見ながらほぐしていきましょう。ほぐし終わったら毛束を持ちながら崩れないように飾りピンで留めていきます。お土産の遅れ毛を出す場合の巻き方を解説します。アイロンを縦に入れてリバースに返すと抜け感が出て可愛いです。トップの遅れ毛もリバースに巻いていきましょう。華やかな場所に行く場合はキラキラアイテムを使っても可愛いです。飾りピンを変えるだけで雰囲気が変わってくれるので、どのシーンにもおすすめです。暑い時期のマスクや汗や湿気でうねってしまう前髪もすっきりまとめて解決することができます。前髪を上げるだけで印象がガラッと変わってくれるので、おすすめなヘアアレンジ方法です。特にこれからの暑い時期におすすめな前髪のアレンジ方法です。結婚式やパーティー、普段使いなど場面に合わせて飾りピンを使い分けておしゃれに仕上げて楽しんでみてください。いかがでしたか？この動画が少しでも参考になりましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。